前線の残豪にて M にガスマスクを着用するアメリカ兵ら M にガスマスクはフランスで開発されたガスマスクである。第一次世界大戦期、フランス軍のほか、イギリス軍、アメリカ軍にて採用された。大戦中には大量に調達され、製造数はおよそ2930万個に上る。化学兵器として当時最も一般的だったホスゲンガスが散布された際、 着用者を少なくとも5時間防護するという想定の下で設計されていた。M2 ガスマスクは1915年にパリのルネル・イング・ラブローが開発したガスマスクを原型とする。1916年2月には60万個が発注され、翌月にはイギリス軍も採用した。初期型はワンサイズのみで金属製ケースに収める際にしばしば破損した。 1916年4月に発表された改良型ではサイズが3種類用意され破損を避けるためにレンズがセパレート型になった。1916年5月から11月までにイギリス軍は改良型 M にガスマスクを620万個支給し、1918年8月頃まで使用した。1917年に参戦したアメリカ軍は 当初科学船への備えが十分ではなかった。アメリカ陸軍はイギリス製スモールボックス呼吸器を標準的な防毒装備として支給したほか、M2 ガスマスクはより長時間の防護が必要とされる場合に用いる装備と位置づけていた。そのため訓練が不十分な兵士の中にはまずスモールボックス呼吸器を着用し防護時間の不足に気づいてから M2 ガスマスクに付け替えるものが多かった。この付け替えの際にガスに暴露して死傷した兵士も少なくない。対戦後期に設計されたガスマスクとは異なり M2 ガスマスクは別途取り付けるフィルターが存在せず、継ぎ目のない素材で顔面を完全に覆うことによって着用者の防護を実現していた。1917年、頭の周りに巻き付けて着用する追加のストラップが 設計された。1916年3月に発表された初期型は、視界を確保するために長方形のセルハングラスが取り付けられ、その前方には保護のためもう一枚のグラスが設けられていた。4月に発表された改良型では、破損防止及び洗浄時の利便性のため、このグラスが左右に分割されたセパレート型に改められた。二つのグラスは、 左右両目の位置に設けられた金属セーリングによって保持された。M2 ガスマスクは化学兵器として当時最も一般的だった保水源ガスが散布された際、着用者を少なくとも5時間防護することができた。しかし、これよりも長く着用しているとマスクの中が着用者の呼気でひどく蒸れ始めるため取り外さなければならなかった。ありがとうございます。